はい。ケイカモツン創業を展開しております。合同会社おもてなし民のシーネーシャルです。えっ、ー、と、今こちらの動画でですね、えっ、ー、と、私の自己紹介ということで、えー、シリーズでお送りしております、えー。今回もよろしくお願いいたします。 はい。今回はですね、まあ、前回に引き続き、えー、私の心がけてることということでですね、えー、お伝えしたいと思います。心がけてること、えー、2番目、えー。2番目はですね、えー、ありのままを表現するということですね。まあ、作らないということです。あの、この動画をご覧になって皆様あの気づくかと思うんですけども、えー、動画の編集です。基本編集してません。なので、結構言葉が詰まっちゃったりとか、言葉噛んだりとか、例えば滑舌悪いとか、 結構あるんですけども、それも全部そのまま、あの、編集しないで、えー、皆様にご覧いただいております。まあ、失礼かと思うんですけども、あの、逆に考えていただくと、本当に飾らないんです。あの、そういった部分でありのままを表現するということで、えー、まあ、真実そのまま、というようなことを心がけております。ということで、えー、私の心がけていることの二つ目は、えー、ありのままを表現するということです。ということで、また、えー、三つ目。 四つ目、五つ目もご紹介したいと思います。ということで、どうもありがとうございました。